久保さん、なんかロシアのテレビ局、ロシア、あ、ロシアじゃないわ。なんかテレビ局がミサイル受けたみたいですね。2000人がなんかもう死んでるみたいですけど。いやー、多分もう、あれですね。うーん。もう止められないでしょうね。いや、多分ね、もうこれ本当にやばいっすよね。なんか。 核撃っちゃうんじゃないかなっていう。核、なんかもう全世界に核撃っちゃえみたいなね。<laughs> なんか、なんか、こうピューみたいなもうもロ。ロシアと共に全世界もしねえみたいな。<laughs> ロシアと共に全てを破壊するみたいな。我々と共になくなれみたいな。<laughs> いや本当になんかあれですね今いやでもあんだけ世界からあ,あのバッシング受けてはみゴされたらもうあれかもしれないですねうんどうなるんですかね まあでもこうやって僕は今日も福保さんに動画を送れてます <laughs>、はい。まあ世界のどっかでは人が死んで、世界のどっかではこうやって動画撮って何なんでしょうね <laughs>。うん。そして、ね、今、あの、メディア操作というかね、隠れてね、今、いろんなこと起こらない、また行われてると思いますけど。<laughs> うん、なんかあの日本の政策もな,なんかな忘れましたけどなんかの,あの話題になったやつで裏であの政策が勝手にもう決まっちゃってるみたいな,なんか昔あったような気がするんですけどまあ世界がどう動こうとね僕は シンプルに今日も久保さんに動画を送るだけですいってらっしゃい